特徴ある商品サービスを紹介するビジネスのヒゲ今回は古い映画フィルムを高画質のデジタル映像に変換するシステムを開発した企業を紹介します。オメガシステムと名付けられたこのシステムを設計開発したのは川崎市に本社を置く山勝電子工業です。 プリント基板の設計事業からスタートし、電子機器のシステムや LED 照明などを開発してきた山勝電子工業。なぜ古い映画フィルムをデジタル化するシステムを開発したのでしょうか。日本にも世界にもたくさん、その後世にこれから残さなきゃならない。 フィルムそれがですね50年60年70年の中で劣化していくとでそうするともう二度とと見るるこががでできなない貴重なものがたくさんあるわけですよねそういったものをデジタル化してその当時のものを保存しておくとそういうお仕事の手助けができれば非常にいいなというふうに思っております劣化が進んだフィルムも扱うことができるというオメガシステム。 このシステムの特徴は、フィルムに負担をかけないユニークなメカニズムだと言います。映画フィルムというのは、両サイドにその送りの穴が開いてますね。パーコレーションって言うんですけども、その穴に引っ掛けながらこう回していくということで、撮影されたり、放映されたりするんですけども、そのフィルムが六十年、七十年、八十年経ってくると、劣化してですね。ボロボロになっちゃうわけですよ。 で我々のオメガシステムっていうのはそれを使わないで全体の中で自然に送っていくということでフィルムが傷をつかないあるいは劣化された環境のフィルムを自然の状態でちゃんと編集できることができるっていうところが大きな特徴だと思うんですよねオリジナルフィルムを高品質かつ高精細なデジタルデータに変換するオメガシステム山勝天使工業の金屯社長の考える 今後の展開とは貴重なフィルムが例えば1945年の8月6日の,その広島の原爆だとか9日の長崎の原爆だとかそういったもののフィルムだとか後世に伝えるために永久保存して後世の方が見ていただきたいなというふうに思ってますけどね。